次に増谷慶吾君。増谷慶吾君、公明党の増谷慶吾でございます。大臣毎日ご苦労様でございます。いよいよ今週から高齢者 の, ワクチン接種が始まったわけでありまして、順調に進むように私ども公明党も全力を挙げて党のネットワークを生かしながら取り組みを進めているところでございます。さて後期高齢者医療制度であります、今の大岡委員のお話を横で聞きながら自民党の中でも随分悩まれたんだなと、全く違う方向で私ども随分悩んだわけでありまして、さまざまな議論がある野党の対応も含めて本当にみんなが悩んでるなということなんですが、私どもはですね、特に後期高齢者医療制度の窓口負担について、高齢者世代、やですね、今日も傍聴席に当事者いらっしゃいますけれども、現役世代の例えば健保組合、健保連の皆さんとかですね、いろんな声を聞きながら正直申し上げて、悩みに悩んだと言いましょうか、ずいぶん苦しんでまいりました。私も公明党の思いは安倍総理にですね、この議論が始まったときに提出をいたしました内容提言に尽きるわけでありますが、なんて書いたかというと、現行の原則1割負担という仕組みを基本として、後期高齢者の負担の在り方の検討にあたっては、生活実態や医療の利用状況等を踏まえ、具体的な影響を丁寧に見つつ、負担能力に応じた負担という観点に立って、慎重に検討すべきであるという、いかにも公明党らしい、文章でありますが、2割負担、これは全世代型の社会保障制度改革ということで、これは私どもも議論を続けてきたわけでありますが、しかしどうしてもですね、2割負担ということになりますと、こんな議論をまとめたわけであります。大臣に最初に確認したいと思います。今回の改正案では後期高齢者医療制度における一部負担金、いわゆる窓口負担について私どもは原則1割負担というこの法律の構成は変わっていないとこのように思っているわけでありますが、大臣はどのようにお考えでございましょうか。お願いいたします。田村厚生労働大臣。自民党の中でも大岡委員のお考え、また全く違ったお考え、いろんなお考えがあってですね、いろんな議論をされたというふうにお伺いいたしております。後期高齢者医療保険制度自体ですね、みんなで高齢者を支えていかなければならないという発想のもとで、確か舛添大臣の時ですかね、私委員長席に座ってた覚えあるんですけども、舛添思案なるものも出てまいりまして、大臣の思案って一体何なんだっていう議論をした覚えもありますが、山井議員と一気統合したというようなそんな思い出がよみがえるわけでございます。年数経ってまいりまして、総報酬割やいろんなことをやる中でですね、やはり現役世代の負担というものが非常に大きくなってきたというもの、これも事実であります。そういう中においてですね、全世代型といいますか、高齢者の皆様方にもですね、大分のご負担といいますか、負担能力のある皆様方にはご負担をお願いしたいという思いの中で、そういう意味で負担が重くなってきたというか、これからさらに重くなってくるというようなことが想定される中で、若い方々の負担をなるべくですね、重さというものを、その荷物の重いものをなるべく軽くとまではいかないのかも分かりませんが、重くならないようにというような形の中での今回のご提案であります。で、そういう意味では一定程度所得のある方々に2割負担を高齢者もお願いをいたしたいということで、そういう意味では年収か収入が単身世帯で200万というようなことを切らさせていただきながらですね、対応させていただいておるわけでありますが、全体で75歳以上1815万人おられますけれども、この中で1割負担の方々が1315万人という形で残ります。そういう意味では7割ぐらい、約7割の方々が1割負担ということでございます。原則1割負担という言い方自体はしていませんが、
しかしながらこれを見るとですね、大方の方々がまあ1割負担だというような認識のもとで、そこは我々としてはですね、しっかりとまあ今般制度設計する中において高齢者の皆様方のご生活も考えた中でのまあご提案ということでございますので、委員の考え方とですね、我々の考え方と共通する部分もあるのではないかというふうに思っております。増谷圭吾君、ありがとうございます。まあ、今回の法律は昨年12月閣議決定された全世代型社会保障改革の方針に基づきまして、今大臣からお話がありましたように、2割負担とされる方は課税所得28万円以上かつ年収200万円以上の方とされたわけであります。ただ条文見ますとですね、これ、後期高齢者の法律の67条に、まあ、第2項を加えるという扱いでありますが、この対象者についてはですね、法文上は政令で定めるとなっているわけで、例えば大岡委員がですね、大臣になられたり総理になられると一気に声が変わるんじゃないかという懸念を持つわけでありまして、改革はもちろん私どもも進めなきゃならんと思うんですが、ここはやっぱり国会の審議あるいは国会での議論、与党での議論、こうしたことも大事にしていただかなきゃならんと。大臣、私はですね、いつも高齢者の皆さんにこれからはね、現役並み所得のあるお年寄りの皆さん、それから国民年金でも平均で5万円程度のですね、年金で暮らされているお年寄りの皆さん方、そしてその間の幅広い方々、この3つのグループですよと、こう申し上げて、おのおの負担をお願いしたいというようなことも言ってるわけでありますが、この真ん中のグループが、このラインが動くわけでありますから、これ、政令で大丈夫かなという声をよく聞くんでありますが、この点、大臣、いかがでしょうか。田村厚生労働大臣。委員がおっしゃられました通り、今回、課税所得28万円以上という形で、かつですね、単身世帯で収入200万、複数世帯で320万円以上と、まあ、いうような形の中で、まあ、全体で約2割の方々がですね、対象になってくる370万人という形でありますけれども、まあ、そういう意味からいたしますと、まあ、上位所得者 30% の方々という形、それから先ほど話ありましたが、まあ、40年間平均的な収入で厚生年金の保険料を払っていただいて得られる年金、それは上回っているという形の中で、まあ一定程度のご負担をお願いさせていただくということであります。まあ、法律的にはですね、負担割合というもの自体、これ自体をですね、まあ、法律明記をするという形になって2割負担というものを入れているわけであります。でそのような意味からいたしますと、まあ、実際まで金額に関してはですね、これは政令で定めるという話になっておりますから、委員のご心配というのもあるわけでありますが、今現在でですね、これ引き上げるということは我々は全く考えていないわけでございまして、全く白紙でございます。でさらにそうは言っても大岡大臣が生まれた場合はというようなお話もございましたが、これ勝手に政府で決めるのではなくて、審議会や関係者の方々にいろいろとやはり、まあ、お話を聞かせをいただく中において、まあ、国民的理解を得た上でという話になりますので、そういう意味では大岡大臣が勝手にやることはできないということだというふうに認識いたしております。増谷圭吾君。さあそこでですね、私ども公明党が先ほどご紹介したような思いからですね、高齢者の生活実態あるいは医療保険の利用状況等を踏まえて負担能力の観点から丁寧に検討してもらいたいとこう申し上げてきたわけでありますが、この点特に高齢者の生活実態あるいは医療の利用状況等について今回、まあ、どのように今の28万円かつ年収200万円以上のものという方々の負担という観点はどのように説明されるのか、浜井局長お願いします。浜井さん、はっきりね、さっきから声が小さいからよく聞き取れるようにお答えいただきたいと思います。浜谷保健局長。お答えいたします。まず医療の利用状況でございますけれども、75歳以上の高齢者につきましては、やはり受診の頻度が多く、まあ、長期にわたりますので、医療費が高い状況にございます。1人当たり医療費で見ますと、75歳以上 91.7 万、1人当たり窓口負担額 7.7 万円です。
で例えば70歳未満では3割負担でございますけれども、1人当たり医療費は 19.9 万で、平均窓口負担額 4.1 万ということで、まあ、絶対額で見ますとやはりその負担額多い状況にございます。まあ、そういったその医療の状況をまず勘案しております。また生活実態につきましても、これは家計調査特別集計などいたしまして、例えばその年収200万円の世帯につきましては、これあくまで平均でございますけれども、支出188万ということで、まあ、一定程度の支出差があるといったことも勘案しております。でこういったことなども勘案いたしまして、今回の改正法案で提案いたしております窓口負担の見直しの所得基準につきましては、課税所得28万以上かつ単身世帯で年収200万以上、複数世帯で年収320万以上という、まあ、いわゆるその負担能力のある方に限って2割負担とする考え方でございます。また先ほど申し上げましたけれども、2割負担への変更による影響が大きい患者さん、外来患者さんにつきましては、施行後3年間1月分の負担増を最大でも3000円に収まるような配慮措置も講ずることといたしております。増谷圭吾君。まあ、今のご説明で、私どもも与党の一員として多くの国民の皆様にご説明をしなきゃならんわけであります。今浜谷局長が最後におっしゃった話でありますが、まあ、介護保険制度もそうでありますけれども、まあ、高齢者にとってですね、窓口負担というのは1割だというのがだいぶ定着をしておりますから、まあ、今回ですね2割負担の導入ということでございまして、まあ、とりわけ今お話がありましたような長期に外来医療を受けている高齢者の方々の負担感変更時のですね負担感大きいわけでありまして、まあ、ここは高額療養制度も活用して2割負担になるものの外来受診の負担増加額を最大でも月3000円以内にするという配慮措置を講ずると、まあ、これは絶対必要だろうと思っておりまして、当初これが政府側から4500円の負担増の範囲内という議論もあって、でここは自民党の先生方とも、まあ、散々議論しですね3000円以内ということにしたわけでありますが、この配慮措置の対象となる方々どの程度いらっしゃってですね、この配慮措置によって具体的な効果はどういうふうになるのかということを局長ご説明をいただきたいと思います。浜谷保健局長。お答えいたします。まず今回の配慮措置の対象者でございますけれども、うん、2割負担となる対象者の約8割程度がこの対象になりますなるものと考えております。それから具体的なその効果でございますけれども、まずその配慮措置がない場合でございますけれども、これは今でもその高額療養費制度がございますので、単純に2倍になるわけではございませんで、現行のその平均がその 8.3 万円、年平均 8.3 万円が 11.7 万円ということで、配慮措置がない場合には年 3.4 万円の増加になります。これをそのさらに配慮措置を講ずることによりまして、 8.3 万円が 10.9 万円、負担増で言いますと年 2.6 万円増となります。すなわち年 3.4 万円増が年 2.6 万円増に抑制される効果があるということでございます。増谷圭吾君。ありがとうございます。まあ、この措置が3年間ということでありまして、また3年後悩まなきゃならんなとこう思うわけでありますが、まあ、今回野党案も見させていただきまして、まあ、いずれにしてもですね、こういう高齢者医療制度、まあ、これ導入までずいぶん私も苦しんできた経緯もございますから、引き続き大岡先生の話ではありませんが、普段の見直しをしなきゃいかんと、またこの3年間、今回は窓口負担の議論をしっかりさせていただくということが大きなテーマであろうとこう思っております。私ども公明党はですね、全世代型社会保障改革について特に医療分野においてはですね、働く現役世代と高齢者世代を対立関係に位置づけて議論するということはできるだけ避けたいというふうに思ってまいりました。まあ、今回の改正にあたっても働く現役世代も恩恵を受けるような仕組みが
大事ではないかということも申し上げてきたわけで、まあ、そうした観点では傷病手当金の通算化、あるいは育児休業中の保険料の免除要件の見直し、あるいは子どもにかかる国保の均等割額の減額措置なども改正案に含まれたということは評価したいし歓迎したいと思うんですが、あの現場から声が早速こんな声が出ております。例えば傷病手当金 の、 あの支給期間の通算化でありますが、精神疾患の方々などはですね、やっぱり仕事と療養の両立の観点から非常にこの制度あの改正を期待をされておられます。で、この法律が通りますと1月1日から施行でありますが、現にですね、今この傷病手当金の期間になっている時給を受けておられる方々もあるわけで、来年の1月1日時点でですね、例えば今年、例えば8月から9月ぐらいからですね、傷病手当金の対象になったと、1年6ヶ月の範囲内でですね、例えば働く期間があって不支給になっていると、そういう方々は1月1日以降どういう扱いになるのか、ぜひ通算期間に入れてもらいたいと、こういうご要請もありますが、お答えいただきたいと思います。浜谷保健局長。お答えいたします。今回の改正法案では、治療と仕事の両立の観点から、出勤に伴い不支給となった期間を延長して支給を受けられるように、傷病手当金を通算して1年6ヶ月に達するまで支給することとしております。それでご指摘 の、 いわゆる今受給されている方の扱いでございますけれども、本改正の施行日は来年1月1日としておりますけれども、経過措置といたしまして、施行日の前日において支給開始から1年6ヶ月を経過していない傷病手当金受給者につきましても、改正後の規定を適用することといたしております。このため、具体的に申しますと、来年1月1日時点で傷病手当金の受給権がある方、すなわち昨年7月2日以降に傷病手当金の支給を開始した方につきましては、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その期間を延長して傷病手当金を受給することが可能となります。増谷圭吾君。そうしますと、局長、この傷病手当金って意外とですね、私ども寄せられる声を勘しますと結構利用者多いんでありますけども、どれぐらいの利用者がいらっしゃるのか、現状でも結構です。お答えいただきたいと思います。浜谷健康局長。お答えいたします。支給期間の通算化につきまして、一定の過程を置きまして行った推計では、令和4年度で約4万人の方が通算化の対象となると見込んでおります。浜谷圭吾君、松谷圭吾君、失礼しました。びっくりしました。失礼いたしました。松谷圭吾、ありがとうございます。今日はですね、特にこの制度、今回の全世代型社会保障改革の関連法案の、入り口部分でありますので、とりわけ、高齢者の負担という観点から議論をさせていただきました。この後、同僚議員からですね、今度は和光度の立場から、現役世代の立場から、しっかりと議論をさせていただきたいというふうに思っております。ありがとうございました。以上でございます。次に長妻昭君。はい。